画面越しの YouTube ユーザーの皆さん、コモクです。いや、サブチャンネルでもよかったですよ、持ってるから。もう 6回引いてるから、サブチャンネルでもよかったですよ。ただ昨日の限定復刻9名確定しましたっていう動画、コメント欄ね、200件近くコメントついてたんですけど、そのほとんどがね、ゲレンデに関するコメントでした。何個か取り上げますか。繰り返すフラッシュバック、ゲレンデの声、少女レイの歌詞みたいにね言ってくださってますね、ありがとうございます。ほらオッピーさん100歩ゴール。何がほらオッピーさんなんですか。うん、もう2年前の話ですけどね。ゲレンデクラッカー4つ、クラッカーよ、祝福されてますゲレンデ。キャッホー復刻。一回復刻来てますけど、ランダム復刻でも来上がりましたね。案の定来ました。昨日言った案の定って、その案のお嬢の案の定じゃないんですけどね。案の定来ました。プロセカ開いて復刻情報を見た瞬間、オッピーさん思い出しました。引きますよね。当然引きますよね。圧がすごいよね。配給の及川さんのいるチームの圧が強い人ぐらいは圧が強い。キャッホーゴール、オッピーさんゲレンデ、あなたが大好きなゲレンデ来ましたよ。もうこういうコメントばっかりでしたね。狙いませんけどね。持ってないピックアップの方が多いから、そっち狙って引いていこうかなと思います。で、今回引く、限定復刻っていうのが3種類。期間限定メンバー、復刻、ランダム復刻。されていますんで、まあ、一つずつ見ていこうかなと思います。まず、ウェルカムトゥーディナーですね。こちらのガチャは僕持ってるのが、この魅惑のハッピーペロリ、桃井愛理さんだけですね。なんで、今回出てほしいなってキャラクターは、このパーテーションの影から天間咲ちゃん、そして盛り付けは順調秋山瑞希ちゃんを、このガチャでは狙っていきます。で、続いて、スポーキーだと読んでたんですが、スプーキーらしいですね。スプーキーホルストガチャ。こちらのガチャはみのりちゃんだけ持っていたんで、この私が守るから、あずさおこはねさん、こちら持っていません。狙って引けたらいいのかなと思います。そして文化祭で縮まる距離、日の森しーちゃんですね。はい、こちらも持っていないんで、引けたらなと思います。で、首がちぎれちゃったやつは持ってます。はい。よろしくお願いします。で、最後は、神獣たちのゲレンデガチャ。こちらのガチャは、天間司くん持ってます。はい。引けています。というか200連してるんでね。引けています。で、ゲレンデ、眩しい。ゲレンデテラソードの白石さん。こちら、持ってます。もちろん持ってます。監禁所にも5枚ぐらいいます。狙わないけどね。まあ、とりあえず引くんでね。で、今回持ってないのが、獅子舞ロボット鬼ごっこ。こちらのリンちゃんですね。150% スキルの。ワンダショーリンちゃん。こちら持ってないんで、狙って引けたらいいのかなと思います。まあ、何連する、まあ、石が今12,580個あるんで、まあ、何連するか決めてないけど、お得な10連をね、とりあえず引いてはいこうかなと思うんで、よろしくお願いします。高評価ければ高評価、チャンネル登録お待ちしております。それでは昨日の動画で、この期間限定復刻たちってゲットするとどんな衣装がもらえて、まあ、ヘアスタイルももらえて、っていうの分かりやすくね、3DMV 見ながら紹介したと思うんで、もうサクッとここはガチャを引いて、納税からですかね。まあ、一つずつやっていきましょう。星音ね、まあ、このガチャ、まあ、トータル何連するか分かんないけど、1枚は見たいよね。1枚は星音見たいところ。いや、とりあえず2連で、秋と引けたんで、全然大丈夫です。なんならテンション上がってきましたね。よし、それでは、行きましょう。ウェルカムトゥーディナー。10連目。お得な10連目。よろしくお願いします。あー、見えちゃった。星を見たら終わろうとか思ったけど、見えちゃった。ロードないけどね。待って、これで、愛理ちゃん先輩被った時が、結構なダメージ。いい着地、ありがとうございます。星さんが最初で2枚引き、幸先よろし。みのり、テンポが遅れてるわよ。愛理ちゃん先輩が出てくる気しかしない。どこか行きたい。さあ、星音ですね。ねね。そっちは任せたよ。ルイくん。かっこいいルイくんですね。ねねちゃんに全てを任している。ルイくん、ねねロボもかわいい。はい。で、続いても星音です。これ、リンに会うと思ったんだ。さあ、みずきちゃん。ルイくんとみずきちゃんをまさか10連でお迎えするという、プチ奇跡ね。ひとときの扱い。はい。ということで、準決勝が突如2枚、僕の端末に追加されました。ありがとうございます。ピックアップはこんなに引いたんだったらピックアップ欲しかったんだけど。待ってね。そんな、振りじゃないですからね。続いて、小羽さんとしーちゃんか。狙って、納税。そしてお得な、呪霊やっていこうかなと。はい、1連目終了しましたね。2連目、ホッさんですね。まあ、見ますか。どんなグループなのか、表現できる衣装を。はるかちゃん先輩。首がちぎれちゃいそうなみのりちゃんも持ってるんでね。それの示唆だったらちょっと困りますけど。こちらのガチャも、呪霊ですね。引いていきます。ないんだ。まあ、ここはね、10連引けば絶対星4出るってわけじゃないんでね。さっきの10連で星42枚抜きがいかれてただけで。で、それでピックアップ引けないのもいかれてただけで。よくない着地。ストレート、ツヤツヤのピカピカだ。ドリーミンチュチュね。違うか。それイラストで一言か。もうイラストで一言とごっちゃになってる。
どうしよう。なんか、あんちゃんっぽいこと言ってますね。あんちゃんっぽくはないんだけど、こいつまた引いちゃったらどうしようみたいなね。まあ、こんな振り聞いてるから、逆に引けないと、最初のピックアップされた時のゲレンデさんと、復刻の時のゲレンデさんがおかしかっただけで、出ないですよ。さすがに出ない。ただ、神獣たちの年始ガチャ、こちら。待って、30連ぐらい引けちゃうの？あの、僕まだ、いちかちゃんのバースデーガチャ引いてないよね。てか、あんちゃん引く。なんでこう、あんちゃん引く前提で話が進んでるんだろう。ゲットしたところでないの。控え室が1個増えるだけなんで。納税からやっていきましょう。大丈夫。りんちゃんね。狙ってるのはりんちゃん。10連目。お得な10連目。狙ってるのはりんちゃんね。あくまでりんちゃんを狙って。いきます。なんか、ちょっとロードあったような気もしたけど、そんなことない。昇格、とりあえず見ますか。ないよね。いい着地しちゃってんだよね。ちょっと待って、星さん、星さん、おいし、待って、待って。落ち着いて。あ、笑顔でいっぱいにしたいんだ。笑顔でいっぱいになるの？これ大丈夫？本当に笑顔でいっぱいになりますか？何年前に発作あるか分かんないけど、笑顔でいっぱいになりますかね。みんな、来てくれてありがとう。はい、ありがとうございます。3連目ね、これ、メイコさん。私は4連目もね。いい子なんかじゃないよ。何枚引いたっけ、ホッサン。いい子じゃない、マフーさんいただきました。次もホッサンか。あ、違う。こうすりがホッサンか。もっと早く、こうするべきだった。何をもっと早くこうするんですか、トワイ君。何を ?4 連目、6連目ね。あ、もう次、星4です。よろしくお願いします。鬼ごっこ。わっおーい、トーそっちそっちそっちなんだ。引けちゃった。引けちゃったよ。そっちなことあるんだ。10連で。なんかこのガチャ運すご。前も10連であんちゃんだったし。このガチャ運すごいね。なんかガチャに適性とかあんのかな。いや、パチンコスロットにはあるんですよ。この台俺得意みたいな。あるんですけど。多分僕は、この神獣たちの年始ガチャ得意なんですよ。多分ね。多分得意なんですけど。あんちゃん、こんにちは。今日はありがとうございました。お世話になりました。これは今までこの3年間お世話になりました。もうこれからは僕も一人で歩いていけるんで、安心して見守っててください。まあ、ただ正直なところを言うと、ちょっと寂しいですよね。うん、寂しいんで、皆さん知ってますか？これゲレンデテラソードっていうか、プロセカ、アーカイブ機能にて、どこだっけな、なんか星を引いた時のボイス聞くことができるんですよ。ここか。ガチャのね、あと100本これあるじゃないですか。これ聞くことができるんで、まあ、最後これ聞いていこうかな、と思います。もう押したら聞けるよね。いきます。100本なんかもう、何回聞いたんだろうね。体に染み渡るわ。徹夜明けの味噌汁ぐらい染み渡る。何回も聞くわけにもいかないんで、まあ、いつでも聞けるんですけど。またなんか復刻来た時、まあ、とりあえず、まあ、10連はもうピックアップ全員揃ったけど、10連は引くんで、また聞いていこうかなと思うんで、これからもよろしくお願いします。でね、これもコメント欄でよく言われるんですけど、オッピーさん、なんでゲレンデごとつしてないんですかと。うん、いや、まあ、する必要がなかったからっていうのが、答えなんだけど、ヘアチェーンさえ解放すればいいかなと思ってたんですけど、まあ、あまりにも、なんでごとつしないんですかっていうコメントも多かったんで、この動画でね、最後に、思いの限り6000個使ってごとつしようかなと思うんで、まさかの引いてから数年後に、こちらのあんちゃん2凸からごとつにあげようと思います。よろしくお願いします。まだまだこんなもんじゃないよ。こんなもんで会ってください。もういやでも衣装のアナザーから結構解放されて、はい、ありがとうございました。はい、そんな感じで、なんとね、もうピックアップ全員揃ってしまったんですけど、こちらのガチャね、まあ、僕は今回出なかったんですけど、ということはね、ちょっと今までさすがに皆さんのゲレンデ運僕が全て吸収してたと思うんで、今全部出しました。コメント欄でゲレンデ弾けたって方ぜひ帰ってくださると幸いです。高評価、チャンネル登録お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。